はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではファンタシースターの実況の続きをしていこうと思います。前回はですね、石化した人たちをね、治すアルシュリンという薬を探して、モルカムっていうね村まで行ったんですけれども、モルカムの村は、魔導士のジオにね破壊された後で、まあ、そのモルカムの村でね、魔導士のスレイをね、仲間にしました。まあ、それで、スレイと合流して、まあ、アルシュリンを探しにね、トノエっていう村に、まあ、向かうんですけれども、その途中でですね、クルップの村に、立ち寄ったところでね終了したと思いますので、まあ、今回はその続きからなんですが、ですね、またちょっとレベルを上げまして、ルディがレベル13で、ライラとハーンが、レベル12ですね。前回より1つか2つくらい上がったのかな。ですね、それでは外出ちゃいましたね。今回はね、まずこのクルップの村の人たちのね、情報収集からスタートしたいと思います。ここはクルップの村だよ。ハーンじゃないか。帰ってきたのかい？ということでですね、ここクルップの村はですね、ハーンの生まれ故郷なんですね、実は。まあ、実はっていうこともないんですけれども。まあ、ハーンのね、生まれ故郷に帰ってきましたね。まあ、ちょっとね、ハーンはあんまりクルップには行きたくないみたいなことをね、前回言ってたんですけれども、この人は？ハーン、よく帰ってきたね。サーヤが喜ぶよ。早く会っておやりよ。サーヤって？いや、その、サーヤ。謎の人物ですね。誰なんでしょうか、サーヤ。で、この間、西の方でものすごい煙が上がってたの。どこかで大きな火事でもあったのかしら。気になるわーと。これはモルカムの村が破壊されたことを言ってるのかな。クロスワードの本、よっぽど暇なんだなーと。こういうね、リアクションが面白いですね。まあ、あんまりね、こういちいちやってると時間ばっかりかかってしまいますのであんまりこう、なんて言うでしょう、実況向きではないんですけれども、やっぱりね、こういうちょっとしたギミックが面白いですね。食いしん坊な犬だよな。餌をやると食うわ食うわ。これが犬かな？なんか豚みたいですね。バウワウ。うわ、小汚い犬。小汚い犬って。主人公が言うセリフでしょうかね。で、ここは道具屋さんから。お、結構でかいですね。先にちょっとね、話を聞いちゃいましょう。仕方ないよな。あの母親の子供なんだからよ。ん？ああ、うちの息子も隣のハーンくらい頭が良きゃね。あ、なるほど。で、こっちが息子ですね。あんまり仲良くないですね。旅のオカリナと迷いのオカリナですね。一度訪れた町ならどこにでも飛んでいける謎の楽器と、洞窟の奥深くからも一瞬で外に出られる謎の楽器と、謎の楽器だらけですね。まあ、とりあえずルディが、ヒーナスとリュウカを覚えてますので、そうですね、なんかアンティポイズンがね、やたらありますけれども。まあ、とりあえず買わなくてもいいかな。ん？トノエなら北の方だけど、途中の道が迷路になってんだぜ。しかも、その入り口が大きな岩で塞がれてると来てる。この間まで開いていたのになと。なるほど。トノエは、北の方角にあって、
で行く途中に迷路と。この村の出世頭は防具屋の一人息子ハーンだよ。モタビアアカデミーの学者なんだ。村の誇りだね。え、なんだ、ハーンじゃないの。そっか、ハーンは村で一番頭がいいのかな。で、ここが武器屋さんですよね。あ、ここは防具の店でした。ここがじゃあハーンの実家なのかな。買いたい。カーボンメット、カーボンクラウン、カーボンスーツ、カーボンシルトと。ですね。今、一行は何を装備してるんだ？レザークラウン、レザークロス。で、ルディが、レザーメット、レザークロス。で、ハーンはね、途中で拾ったカーボンシールドとカーボンスーツを着てますので、レザーバンド。で、スレイが、サークレットとホワイトマント。ですね、そしたらですね、まずカーボンメット、ルディオで、カーボンクラウンを、ライラ姉さん。で、カーボンスーツを、ライラとルディの2つ分。2つ分じゃない、2人分。カーボンシールドはスレイが装備できますが、まあ、買わなくてもいいでしょう。装備ですね。レザーシールド？違う。ライラをカーボンスーツと、カーボンクラウン。よし。で、ルディが、レザーじゃなくてカーボンメットと、カーボンスーツがないな。カーボンスーツ。はい。これでいいのかな？ちょっとね、この装備のところが見づらいですね。防御が28から36と。これでいいかな？多分これで合ってると思います。じゃあ売りましょう。いっぱいありますね。違う。レザーメット。まあ、こういうのはね、実況外でやっときなさいよという話なんですけれども。とりあえずね、初めて訪れた村といいますか、初めてね、ちょっと情報収集をしてますので、まあ、とりあえず、まあ、こんな形で、まあ、装備をね、進めていきますよということを、まあ、一回くらいはね、お見せした方がいいかもしれないですね。本当かな。よし。まあ、とりあえず、ちょっと身軽になりまして、まあ、アンティポイズンというかね、毒消しのテクニックも、ハーンがね、覚えてますので、とりあえず、アイテムはちょっと整理しました。じゃあ、ここが、ハーンのお父さんとお母さんがいるところかな？どうも、ハーン。感動された身で、よくもこの家の絨毯を踏めたものだな。あ、ハーンは感動されてたんですね。店も継がず勉強ばかりして、そんなものが何の役に立つんだ。お父さん、ブチ切れてますね。父さん、今はこの星自体が危ない状態なんだ。それを僕は科学の力で助けたい。そのために勉強してるんだよ。なるほど。防具屋対学者って感じですね。ハーン、よく帰って。父さんはああ言うけど、本当はお前のことを心配してるんだよ。わかってるよ、母さん。でも僕の気持ちは変わらないよ。なるほど。ま、ハーンはハーンでね、この星を、まあ、ちょっとね、救いたいみたいなことを考えてるんですけれども、まあ、両親としてはね、まあ、これだけ立派なお店ですからね、
まあ、一人息子に継いでもらいたいっていうのがあるんでしょうね。旦那様はハーン坊ちゃんのことああ言いますけど、坊ちゃんが研究済みの資料をほんの少し流してくれるからこそ、こんな田舎でも立派な防具を売ることができるんです。なるほど。なんだかんだ言って、まあ持ちつ持たれつな関係ですね。こっちはなんだ？あ、外か。失礼しました。2回目ですね。ここにいる白鳥はなんか関係あるのかな？特に何もなさそうですね。あ、そういえばこの犬は多分後々サブクエかなんかでね、関係してくるんじゃないかなって思うんですよね。まあいいでしょう。うちの子もサーヤに預けておけば安心だわーと。サーヤ、サーヤはどこにいるんでしょう。で、近くの大きな湖に小島が見えるじゃろう。その上に見える建物な、昔から戦士の神殿と言われとるんじゃ。わしは昔泳いで行ったことがあるが、神殿へ通ずる道は怪物がうようよ。危うく逃げ帰ってきたんじゃ。その時の傷がこれじゃよ。ほほ。戦士の神殿？戦士の神殿か。まあ、いずれね、行くことになるんだと思います。ここはなんだ？ん？学校ですね。サーヤ。あ、彼女がサーヤですね。かわいいな。ハーン、帰ってきてくれたのね。嬉しい。サーヤ、会いたかったよ。皆さん、ご紹介します。僕のご本、婚約者のサーヤです。婚約者？ライラびっくりしてますね。はじめまして。おそらくまあライラとはね、正反対の性格なんじゃないでしょうか。お、キラリンだって。サーヤと申します。サーヤは自分の家で子供たちに勉強を教えてるんですよ。あ、ここはサーヤの自宅なんですね。へえ、偉いですね。いいえ、こんなことくらいしかできませんから私。奥ゆかしい。こちらは仕事を手伝ってもらってるハンターのライラさんとルディ君。はじめまして。大変なお仕事ですのね、ハーン。ライラさん、ルディさん、ハーンをよろしくお願いしますね。了解です。そんなに心配しなくても大丈夫だよ。いいえ、あなたにもしものことがあったら私。サーヤ、ハーン、おっと？あらららら。子供たちの目の前でね、勝手にやってて、と。ライラ姉さんも呆れ顔ですね。よし。ライラさん、ルディさん、ハーンをよろしくお願いしますね。了解です。子供用の絵本だ。アームドアントとグラスキラー。草原のスポイルラビット。まぁ、ちょっとね、全部やってたら、キリがないので、ちょっとやめときます。僕、トイレに行きたいけど、授業が終わるまでは我慢しなきゃ。からかわれて変なあだ名をつけられるのは真っ平だからね。なるほど。まあ、子供時代はね、まあよくね、そういうあだ名をね、つけたがりますからね。最近の破滅的環境破壊には何者かの作為が感じられるんだけど、かわいくない。確かに。私もちょっとね、漢字を読み間違えそうになりました。まあ、結構ね、読み間違えとかはありますけれども、まあ、ご容赦いただければと思います。私、サーヤ先生みたいな大人になりたいわ。でも、ハーみたいな彼は嫌ね。もっとしっかりした人でなくちゃ。てんてんてん。子供にまでね、ちょっと言われてますね。サーヤ先生は優しくって綺麗で、私大好きよ。結構ね、美人さんでしたね、サーヤ。僕、大きくなったら、サーヤ先生をお嫁にもらうんだ。
約束したんだ。本当だぞ。うん、頑張ってくれ。こっちは何ですかと。ちょっと見てみましょうか。でっかい鏡だな。人んちのタンスを開けるのは良くないけど、ここは、ルディ。はい、怒られちゃいました。こっちはなんだか難しい本だ。モタビアの現在と未来か。ん？愛し方、愛され方？やばい。全部調べたくなってしまうのは、しょうがないですね。このね、べっぴんさんの家ですからね。べっぴんさんって、言い方が古いな。よし、じゃあ、ですね。トノエの村にね、ちょっと向かってみましょうか。情報収集と、装備を変更するだけでね、16分ぐらいかかっちゃいましたね。で、こっちにね、洞窟がありますね。お、戦闘。どうしましょう。あ、そういえばですね、実況外で戦ってる時にですね、合体技っていうんですかね、マクロで、グランツ、バータ、フォイエ、これをまあセットするとですね、ものすごい強力な技を出せることが分かりました。ちょっと使ってみましょうか。あ、不発だった。たまにね、不発になっちゃうんですよね。もったいないな。キャラクターの素早さとかにも関係あるのかな。ちょっとね、そこら辺がよく分かってないんですけれども、まあ、かなりね、強力な技を出すことができました。ここがトノエに通じる洞窟から、トノエはこの先か。ふん、こんなもの、みんな下がっていろ。ん？フレーリドーン。すごい。すげえ。さあ、行こうぜ。もう何事もなかったかのようにね、スレイは語ってますけれども、今のは見たことない技だけどテクニックとも違う。ふふん、見たことないのも無理はないか。これはな、マジックっていうものさ。マジック、ですね、テクニックと、マジックっていうのが、まあ、この世界にはあってですね、テクニックっていうのは、まあ、ですね、なんて言うんでしょうかね。まあ、科学技術の応用みたいなイメージなんですね。それで、まあ、さっきね、スレイが言ってたマジック、ん？テクニックがその科学技術を、まあ、応用したっていう感じで、で、さっきね、スレイが使ったマジックっていうのが、まあ、いわゆる、まあ、魔法みたいなね、そういうイメージなんですけれども、まあ、スレイがね、何者かっていうのは、まあ、後々ね、判明してきますので、まあ、ここではね、まあ、語らずにおきましょう。初めて見る敵ですね。しかし弱い。ちょっとレベル上げすぎたのかな。まあ、なるべくね、サクサクやっていきたいので、レベルをね、ちょっと高めにして、先にね、進んでおります。こっちかな？お、宝箱。アンティポイズン。いらないですね、今更。基本的には一本道でいいのかな？キャリオンクロウラー。気持ち悪いですね。よし。全然楽に進めますね。外にいる敵よりも若干強いって感じですかね。もうマクロのね、全員戦うコマンドでやっちゃいましょう。あれ？ちょっと待ってくださいね。あ、いいのか。スレイがね、戦うになってますね。ちょっと探索をしましょう。同じ敵しか出てこないですね。43の96メセタ。
外にいる敵よりもちょっとお得な感じですね。あれあれ、こっちは来る方向かな。ちょっとね、探索をします。わ、サンドニュート、サンドニュートはね、結構経験値が高いのでお得ですね。そんなにね、体力も高くないのでいい感じですね。こっちは何ですかと。あれ、何にもない、行き止まりでしたね。あ、そっか、せっかくなんでいろいろね、ちょっと使っていきましょうか。ちょっとこれはね、もったいないので戦うで片付けちゃいましょう。よし、これでこっちは何もないと。ブロップ、これ出るかな。あ、出ました、トリニティブラスター強すぎる体力がだいたい40ぐらいの敵にね、200ぐらい与えちゃいますからねひどいな。まず右からちょっと行ってみましょうか。あれ、じゃあファイヤーストーム、どうだ強すぎるお、こっちは何ですか。宝箱、300メセタ、安いですね。今1万5000ぐらい持ってるのかな。1万7000、結構ね、戦いましたからね。サンドニュート、じゃあちょっとね、テクニックとかもね、使っていきましょうかね。テクニックじゃないや、特技ですね。うん、じゃあムーンシェイド、ま、あ、そういえばあのルディがね、特技でエアスラッシュをね、覚えましたね。ちょっと使ってみましょうかね。ムーンシェイドで動きを固めて、エアスラッシュは、敵をね、全体攻撃ができる特技ですね。あんまり意味がないかな、この、ルディのね、この、ソードクロス。これがね、結構強力ですね。ライラのムーンシェイドはあんまり意味がなかったですね。戦闘に時間をかけてる場合じゃないのかな。まあ、せっかくサクサク進もうかなと思っていたのですが、まあいろいろね、使っていきましょう。ここ出口っぽいかな。ん？いいのかな。あ、出ましたね。ここがトノエの村かな。なんか山に囲まれた盆地みたいな感じですね。よし、行ってみましょう。トノエ。トノエに到着しましたので、とりあえず今回はね、この辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴーゲンでした。